15分の休憩の後、第3試合を行う。二人の成長が見物だってばよ。ありえないんだけど。なんだよ、慌てて。私がサラダになっちゃった。マジ信じらんない。おい、約束忘れんなよ。なんだよ。勝ってこいよ、長長。よし。サラダ大丈夫？長長と仲良しなのに。これとは別だよ。そんな甘いこと言ってらんないし。少ししたら戻る。俺に何か用か？でずっとガンつけてきやがった。次の試合は見た方がいい。中忍試験を甘く見るな。ああ、俺には関係ねえよ。何しやがる。下手ねえかよ。次の試合は見た方がいい。最終試験始め。絶対に負けないから。大丈夫？ごめんって何？ごめんって言ったよ。あちしと本気で戦ってないっしょ。あちしにはそれでも勝てると思ってる。違う。第二試合に勝って中忍になって本気だよ。今のサラダにはあちしを倒すことなんてで、そんなことだってサラダ覚悟。あんたは何を覚悟してここに来たわけ？アリオ、私にも覚悟。ボルトム、あいつがあいつでは、お前はそれを止めることが、それが友であるが、命を奪うことになったとしても。そうだ、私は決めたはず。アナはさっきまでの私を誤ったの。私にだって覚悟はある。そう来なくっちゃ。豪華球ぬっ肉弾センター。いい試合になってきたじゃないか。親友同士の本気のぶつかり合いか。ええ勝者、内葉サラダ。長長、ありがとう。悔しいけど楽しかったよ。私も。長長、頑張ったな。うん。あんたとのやつ取れなかった。これで僕としては複雑だからね。イノジベストはお預けだよ。俺は別にそういう意味。はいはい。パパ出てくれたの。ああ、よくやった。もう忍びの覚悟って思った以上に重くて厳しいものだなって今日改めて思い知らされた。それが分かっただけでいい。お二人やっぱりまだ来てないの。おお、いい待遇だ。なぜそこまでして科学任務を欲する。力が欲しい。ただそれだけだ。田村は忍びだろう。忍びの力だけではもはや我が保たれないのだ。
ご希望であれば金だっていくらでも。金か。俺の情報を得たか知らないが、随分甘く見られたもんだな。何？あいにくだが、この葉には借りがある。それに俺の科学力を便利な道具に力を貸す気はない。貴様！では失礼するとしよう。我々の申し出を断って、どうする？腹ずくで連れて行くまでの。さを返せ！おさ！を亡き者とする。手に入らぬなら、なんてだ。助けるならもう少し早くてもよかっただろう。まあ助かったよ。ところで今日は木の葉で中忍し参加していないのか。やべえ、そうだ忘れてた。急がないともう間に合わないかもしれないね。あとは任せたぞ。ああで、科学忍具とやらで私に挑むつもり。相手に簡単にいかないのは分かってる。